はい、3人とも今日も格闘技の練習楽しかったですね。はい、はい、楽しかったね。コウキさん、今日の練習でもう一回復習してがっちりパーフェクトにしときたい関節技とかサブミッションありますか？三角締めをもう一回やりたいです。三角締め、はい、トライアングルホールドですね。はい、カイトさん、トライアングルホールド得意ですか？俺全然できないですね。ダメですか？スケニキはどうですか？まあ得意ですね。得意ですよね、はい、スケニキは基本的に格闘技に関しては打撃も寝技もレスリングも、まあ、基本的にはほぼほぼパーフェクト 97% ぐらいですよね。はい、じゃあその中でもサブミッションの中でも特に得意なトライアングルホールド、三角締めを教えてもらっていいですかね？はい、じゃあコウキさん、じゃあまずケンスケさんにかけてもらっていいですか？はい、それでダメなところをちょっとみんなで研究しましょうね。行きましょう。はい、はい、お願いします。はい、コウキトライアングル、ケンスケさんどうですか？今のためがあったってことは、まあ微妙だけど、まあ入ったぐらいですかね。なんかじわじわ入ってきた感じです。なるほどなるほど。まあ結構ね、コウキさん、ど素人の私が言うのもあれですけど、結構良かったっすね。腕流してちょっと締めるとこぐらいかな。結構良かったっすね。あとでまた自分のトライアングル確認してみてくださいね。はい。はい、じゃあ、カネロカイトさんも、スケニキにちょっとかけてみましょうか。よし。はい、カネロカイトのトライアングル。はいはいはい、今の音はカイトさんの三角締めの音じゃなくてバイクの音ですよね。バイク、そうですね。最近ね、このジム暴走族役通るんで、みんな帰り気をつけてくださいね。はい、ですね、カネのカイトさんのトライアングルちょっと惜しかったですね。じゃあケンスケさん、パーフェクトトライアングルホールド、はい、ちょっとね、コウキさんとカイトさんに教えてもらっていいですかね？はい、はい、じゃあカイトさんちょっと受けてもらえますか？はい、コキさん、じゃあね、ケンスケさん側に立ってちょっと見ててくれますかね。はい、もう一回復習しますからね。はい、じゃあ、3つ目やっていきます。まずは、まあ、最初のポジション的には相手の腰骨に両足を当てている状態からスタートします。で、相手の手首を両方持って、僕の場合はこっちの足をかけるのが得意なので、こっちの足で相手の骨盤、この辺りを蹴りながら、少しこう、エビを使うような感じにして入ります。で、そのままこっちの腕を引いて、こういう感じ。こうするとこのまま入ると、なんか僕が入った時に結構この状態で苦しいんですよ。なんか締めがうまく入らないので、エビを使ってここに相手が前のめりに倒れてくるスペースを作って、でももの裏を相手の首の後ろ、後頭部のあたりに引っ掛けるような感じ。あ、最初のやり方だとケンスケさんの方の足が苦しいってことですよね。あ、そうです、ね、窮屈だってことですよね。はい、はい、丸まった状態で結構お腹のあたりが圧迫されるので、はい、自分が苦しくならないように相手を落とし込む。ちょっとエビで腰切ってですよね。この位置で入るともも裏がしっかり相手のこの首のラインにしっかりフィットするので、ここだとやっぱりどうしても内ももが当たって、ここ太いんでやっぱり入りづらいので、こういうような位置で入るような形になります。でこの、僕の右足首ですね、右足首を90度にしっかり立てて、左足の膝の裏を、右足首のこの90度直角になっているところにしっかりフィットするようにはめ込みます。でロックをしっかりして、相手の腕を流して、こういう感じ。もう一回いきます。カネロさんの場合結構こう伸び上がってたような、カネロさんがかけてる時ですよね。感想的にはだからこれ三角十字とかこういう技だったらいいんですけど、三角締めを狙ってる時は自分の体を丸めます。そうすると相手の蹴止めがしっかり圧迫されるので、丸めるような感じですね。相手の頭を押さえて引きつけながら、こう自分の体を丸めていくような感じにすると綺麗にしっかり入る。 OK、 じゃあケンスケさん、はい、コウキにもかけてもらっていいですか？はい、コウキさんもじゃあ受けてもらっていいですか？コウキさん、はい、カネロさんよく見ててくださいね。カネロカイトさん、この位置からこっちの足を抜きながら、こっちの足で相手に骨盤を蹴って、相手が前にずれて、この足がなくなってると相手に出てきちゃうんで、こっちで押さえるような感じですね。固定して前に引き下げるようなイメージです。で足を入れる、
膝裏をロックする、足首と膝の裏をロックする、腕をしっかり流す、中を丸める、相手の頭を引きつけて体を丸めて、ももの内側で三角形を作って、ここに相手の首がはまるような感じで締める。コウキさんどうでしたか、苦しかったですか。楽しかったです、楽しかったです、楽しかったです、楽しかったです。楽しかった、楽しかった、あの僕のあのろれつが回ってなかったですけど、あの苦しかったかって楽しかった、まあある意味楽しいですよ、サブミッションはね。はい、じゃあね、あの今度はコウキさんがカネロカイトさんを楽しい思いちょっとさせてやってください。トライングホールドをかけてみてくださいね。今ケンスケさんから教えてもらったのを使ってね。はい、じゃあカイトさん受けてください。自分の体をこっちに流すの。あ、そうです、そうです。で、足の裏をロックする、しっかり膝の裏と足首でロックして、はい、で、頭を引きつける。最後のフィニッシュはそうです、頭を自分の方に寄せながら自分の体を丸めていく。はい、はい、はい、カイさんどうでしたかね。ちょっと苦しかったですね。楽しかったですか。楽しかった。楽しくあり苦しくありってことですね。それ最高ですよね。やっぱね、ドラッグ状態ですね。ドラッグ状態ですね。じゃあカイトさんもコウキさんにかけてもらっていいですか。ね、親友のコウキさんに、ね、同じ大学のね、マブダチのコウキさんにちょっとかけてもらっていいですかね。二人とも仲いいですからね。こっから、エビをして得意のエビして。自分の体が 右に回転する、右に回転する。どうなんですか。あ、逆です。右なんで。あ、こう。そうそうそう。はい、手の骨盤を蹴って、はい、左腕を引いて、はい、右に回転。わかりました。これで右足を引っ掛ける。そう。こうして腕を曲がす。腕をまずしっかり流しましょう。もう一回行きましょう。カイさんどうですか、手応えありましたか。ありましたね、ここにフィットする感じになりましたね。さっきよりなんか決まってる感じありましたかね。お、これどうでしたかね。コウキさんどうでしたか、カネロさんの三角締めはトライアングルホールド。楽しかったですか。ってことは決まってたってことですね。わかりました。2人とも本当仲いいですね、羨ましいですね、はい、三角締めを掛け合う仲ですからね。ケンスケさんどうですか、2人の三角締め、真面目な話。いやでも、はい、あのこれから練習を積んでもっと上手になってきそうだな。はい、はい、2人とも自信を感じられました。2人とも才能ありますよね。はい、才能ありますよね、2人ともね。はい、はい、コキさん、じゃあね、柔術は帯がありますんでね、頑張って商談、商談です。帯っていうのはね、白帯からこうどんどん青、紫、茶、黒ってなりますね。茶、黒、赤ってなりますんでね、赤帯目指して頑張りましょうね。はい、カイさんも頑張りましょう。はい、3人ともありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。